こんばんは、リエモンです。以前車中泊を始めたい女性の方へという動画で、女性が道の駅で車中泊をするときに気をつけたいということを私の体験談、私の視点からお伝えしていきました。たくさんの高評価やコメントありがとうございました。その以前の動画では道の駅で車中泊をするということに絞ってお話ししていったんですが、今回私はサービスエリアに車中泊に来ました。旅先で高速道路に乗ってサービスエリアやパーキングエリアの選択肢があるなら、そちらで車中泊をすることが多いです。サービスエリアとかはね、やっぱ明るいですし、24時間出入りがあるし、怖くて眠れなかったとか、そういう経験は今のところは私はないです。今回もサービスエリアで車中泊をして、防犯面も含めてこうリアルな車中泊の様子をお伝えしていきたいなと思います。今回も最後までよろしくお願いします。はい、それでは実際に車中泊モードにしていきたいと思います。まずは内側から鍵をかけます。はい、 OK ですね。そしてちょっと今撮影のために電気をつけて明るくしてるんですが、普段はもちろんこんな風に電気はつけません。そして外に降りずに荷室に移動して、全てのカーテンを閉めます。全てのカーテンを閉めた状態がこちらです。まだ電気はつけてません。なのでもう真っ暗ですね。ちょっとこの辺りから街灯の明かりが入ってきてます。ではちょっと明かりをつけてみたいと思います。明かりは、はい、ここと、私はこうして、キャラバンから持ってきた充電式の LED ライトをこうやって使っています。これでだいぶ明るいんですが、正直ね、私はこうやって撮影をするために明るくしてるんですが、普段はこんなに明るくなくても大丈夫だと思います。今1個消しました。これぐらいの明るさで十分過ごせるし、この方が本当はちょっと雰囲気があっていいんじゃないかなって思います。あとこの運転席のところなんですが、運転席と荷室の間にこのカーテンを取り付けているので、サービスエリアではこのサンシェードとか吸盤でくっつくカーテンなんですが、ここまではあんまりしてません。道の駅だとちょっと心配なので、このサンシェードとこのカーテンをつけることがあります。今回はこれはちょっとしまっときます。続いてご飯、夕食なんですが、道の駅の場合はもう道の駅自体が空いてないので、もう車内で食べるっていうことになるんですが、こういったねサービスエリアはサービスエリア自体楽しむっていうのも一つかなと思うので、サービスエリアで何か買ってきたりとか、サービスエリアで食べたりとかしています。中にはやっぱ車中泊そのものを楽しんでらっしゃるっていう方も結構いると思うんですが、私の車中泊の目的はもう旅がメイン、どこかに行って観光するということがメインで、そのついでに車中泊を楽しむということなので、今回はサービスエリアで何か買ってきてこの車内で食べたいと思います。乗り降りは毎回このよいしょ助手席のところから出入りします。なるべく中が見えない方がいいかなとは思っています。はい、では降りまーす。タガサービスエリアの駐車場です。今私のカーゴちゃんはここにいるんですが、すぐ後ろに大型が止まっています。本当は小型車の駐車場なんですがね、多分ここはもう大人気で大型のスペースが足りないんでしょうね。止めたところが、あの真ん中のあたりのところなんですが、どこら辺に止めても明るいです。私的には、車中泊するにはちょっと邪魔にならないように端っこの方に止めようかなと思ったんですが、どこにしようかなって迷っている間に結構真ん中あたりまで来てしまいました。なんかもうね、足元はサンダルです。やっぱ車中泊の時車の出入りがしやすいようになんかサンダルに変えてしまったりして、そのまま観光地までサンダルで行っちゃうっていうことが多々あります。フードコートと売店がある中央館に行きます。ちょっとね、以前来た時とちょっと違うね。今まだ10時29分、まだまだフードコートもやってますね。ちょっと何を食べるか一通り見ていきたいと思います。こちらが南館になるんですが、以前はこちらに近江牛のレストランがあったんですが、今回そのレストランでテイクアウトしようとしたんですが、吉野家に変わってました。なんてこった。ちょっと今回は吉野家でテイクアウトしてきました。はい、それでは車に戻っていきます。
すぐ閉めますね。明るい。ご飯を食べる準備をしていきたいと思います。よいしょ、ニトリで買ったテーブルです。それではご飯にしたいと思います。はい、吉野家の牛すき鍋を買ってきました。近江牛がなかったので、もうこれで生卵とサラダ。まだ全然あったかいんですが、せっかくなんでちょこっと加減で温めながら食べたいと思います。車中飯の雰囲気を味わいたいと思います。ちょこっと加減を今このジャクリーにつなぎました。260ぐらいの出力ですね。電気がついてます。ダイソーのアルミ皿、ちょうどここにフィットするので、この牛すき鍋もこっちに移し替えていきたいと思います。はい、それでは車中泊の時に限らず、まあ、私はアルコールに弱いので普段もほぼ飲まないです。雰囲気を味わうためにたまにこうやってノンアルビールを飲んでます。いただきます。はあ、なんか幸せな気分になります。牛肉からいただきます。うまい。ごちそうさまでした。最後にね、ちょっとこの汁が残っちゃったんですよね。水分を固めるこの乳装部で固めて捨てていきたいと思います。一応もうこれは冷めてます。今もう完全にシャバシャバな水分状態なんですが、この乳装部をかけることによって、乳装部いっぺんにバッと固まるんではなくって、まあ、徐々に固まっていくので、あ、もうこれでほぼ固まりました。まあこんなことしても全然水は落ちてこないぐらいに固まりました。これはもうこのまま持ち帰ります。はい、この食べたゴミは持ち帰りします。はい、それでは次お風呂に行きたいなと思います。いつも車中泊旅をしている時は温泉に行ってから道の駅に行くとか、まあ、温泉に行ってからサービスエリアに行くっていうことがいつもほとんどなんですが、ここのサービスエリアに限っては温泉があるんですね。でしかもここはシャワーもあるので、もう好きな時に行ける、そういうサービスエリアとかが増えてくれるといいなと思います。それではお風呂に行く準備をしたいと思います。はい、じゃあテーブル片付けていきましょう。前が運転席で、ここに天井収納を作ってて、ここに着替えがあるので着替えをまず出したいと思います。はい、ではこんな感じでお風呂に行く準備ができたので、お風呂に行ってきます。はい、お風呂から戻ってきました。レストインタガっていうホテルの温泉かな、1時間550円で入れるので結構ゆったり入ってこれました。こういうタオルとかをその辺に干しときます。あんまりびしゃびしゃではないのでね、これぐらいなら。それではまだ寝ないんですけど、まあ、いつ寝てもいいように寝る準備をしておきます。ここにね、布団が置いてあるので、ちょっと一回これを置いといて、やっぱりね狭いので物をあっちやったりこっちやったりっていうのはどうしても必須ですね。はい、今日完全にね枕を忘れました。この部分を枕代わりにするので、今日はカイロを忘れたので電気毛布を入れるのは必須ですね。そしてシーツも引いていきます。本当ね狭いからね動きづらいし、物をあっちやったりこっちやったりと。はい、そして毛布ですね。結構がっつりと布団を敷きます。寝袋で寝るとかってあんまり苦手なので、がっつりと布団を敷いてきます。はい、こんな感じで布団が敷けました。でもうしばらくしたら、まあ、最後のお手洗いに行って眠ろうかなと思います。ちょっとお隣を覗いてみてください。はい、ここにお隣大型車が止まってます。はい、逆方向はこっち側は空いてますね。で、まあ、前に普通車が止まってる、2台空いて3台目のところに今トラックが止まってる。なので大型車に囲まれてて結構アイドリングの音がしてます。サービスエリアとかパーキングエリアで車中泊するっていうのはアイドリングの音が近いっていうデメリットはまあ、あると思います。
応 iPhone でどれぐらいの騒音なのかっていう測れるアプリがあるのでちょっと測ってみたいと思います。昼間の家お家の中で結構車の走行音とかは聞こえるんですけど、それでも22ぐらいでした。じゃあここはどれぐらいかちょっと見てください。39、40、まあ40前後うろうろしてて、一応静かな図書館にはなってましたが、静かな図書館よりはちょっとうるさい気はします。ただここで車中泊するのが怖いっていうそういう意識はもう今のところ全然ないです。車中泊が楽しいっていう思いが 80%、 ちょっとうるさいなっていうのが 20%、 そんな感じで過ごせています。今ちょっとベッド作ったけど動画でも見ながら過ごしていきたいと思います。今歯は磨きました。排水を乳槽部で固めるという方法で歯は磨きました。夜中にお手洗い行くのもちょっと嫌なので今のうちに行っておきたいと思います。現在23時45分、11時45分ですが、外に行くのが全然怖いっていうイメージはないです。じゃあちょっと行ってみましょう。明かりを消してよいしょ、鍵を持ってね。今ねこんな状態ですね。こんな感じで周りは大型だらけです。大型ばっかり。一応ねここは小型エリアなんですが、まあほぼ大型ですね。この車を降りたところの騒音がまあそれでもドアを閉め切った車内にいるとそこまではうるさくないので、まあ私は耐えられるんですが皆さんはどうですかね。はい、このトイレセットですね、唐辛子スプレーとか防犯ベルとか笛とか入れたこのトイレセットを持ってトイレに行ってきます。今トイレ行ったついでにファミリーマートをちょっと覗いたら回路がありました。よかった。今の気持ちは車中泊が楽しいが 70%、 周りがちょっとうるさいな、騒音が気になるなっていうのが 30%、 怖いなっていうのはまあもう 0% です。お手洗い行く時も売店の中をあえて通ってたんですけど、24時間やってるなと思うとやっぱ全然怖く感じないですね。はい、これを一番暗い状態にして寝たいと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。現在朝8時を過ぎました。サービスエリアで車中泊をしてみて眠れなかったです。おやすみなさいって言ってからもちょっとスマホで TVer でドラマとかを 見つつ、まあそれでそのうちに寝たんですけど、結局ね3時半ぐらいとかに目が覚めちゃって、周りがトラックばっかりなので気にしないでおこうと思いつつ眠れないんですよね。朝6時ぐらい過ぎの時に多分ねトラックとかがバーっていなくなったんですよね。なんかそしたらなんか自然と寝ちゃってて、なんかそっからはぐっすり寝たっていう感じで、でねサービスエリアも混雑するだろうから早く出発しようと思ったんですが、朝のサービスエリアはこんな感じです。これ見えますかね。なんかあれだけトラックでいっぱいだったのにもう今ガラガラなんですよ。まあ、急ぎつつ準備していきたいと思います。はい、では布団を畳んでいきます。狭い車内なのでかなり邪魔にはなるんですが、ちゃんと布団を持ってくるっていうことでもう快眠度がだいぶ違うと思います。寝袋に慣れてる方は全然いいと思うんですが、今日はこの中で着替えます。中を暗くしとけば、まあ、基本的にはスモークフィルムが貼ってあるので、まあ、これで中が覗き込めることはないと思います。はい、着替えも終わりましたのでちょっとトイレに行ってきたいと思います。朝のサービスエリアの駐車場です。このように駐車場はかなり空いてます。ではお手洗い行ってきたので急いでメイクしたいと思います。ちなみに他がサービスエリアの女性トイレにはパウダールームとフィッティングルームがあります。こんなに綺麗な化粧台と広い更衣室があるので、狭い車内で着替えなくてもこちらで着替えもできて、車中泊をしてもとても便利です。はい、では続いて朝ごはんにしたいと思います。サービスエリアまだまだ混雑はしていないので、駐車場も全然ガラガラなのでちょっと朝ごはんを食べてきたいと思います。朝ごはんぐらいはねちょっと作ろうかと思います。今日の朝ごはんはリコッタのチーズパンケーキです。ではベーコンを焼いていきます。
ていう感じで、いただきました。今日の朝食いただいていきます。いただきます。おいしい。では目玉焼きですね。いいぐらいに固まってます。では片付けをしていきたいと思います。いつものようにセスキの激落ちくんでちょっと汚れを落としていきましょう。こちらの食器類一応拭きましたが、またお家に帰ってきれいに洗いたいと思います。ではそろそろ準備ができたので出発したいと思います。今回は私が思う女性一人でも怖くないサービスエリアでの車中泊でした。24時間ずっと明るくてトイレに行くのも全然怖くなかったんですが、楽しいのが 70%、 ちょっとうるさいと思うのが 30% とか言ってたんですが、最終的に楽しいのが 50%、 うるさいのが 50%、 熟睡度も 40% ぐらいだったかなと思います。正直あまり寝れなかった。ここはちょっと便利すぎて人気がありすぎましたね。旅の途中とかで程よいサービスエリアを見つけていただければいいかなと思います。また次の機会には道の駅で一人で車中泊をしてみて、道の駅を選ぶところから、あと夜の過ごし方とか楽しさ、怖さ、熟睡度とか、まあそういったことをまたお伝えできたらいいかなと思います。道の駅、RV パーク、キャンプ場っていう風にいろんなところで私一人で車中泊をしてみて、こんなことに気をつけなきゃいけないっていうのが分かればまたお伝えしていきたいと思います。以上、リエモンでした。